そうですね、2009年に ALS デビューしてからずっとこの日をこう求めていろんなところに働きかけてこう準備を進めてきました、まあ、6年以上かかりましたけれども、やっとこう日本でまず開催できて、本当にこうレスキーはこの知ってるね、幕張の地を飛び回ってるというのは本当に感慨深いものがありましたけど、まあ、それに浸ってる暇もなくレースが始まりましたんでね、すごくこう興奮した一日になりました。実は小学生の時千葉で住んでまして、この近くなんですけど習志野なんで、この辺近所なんですよね。ですから昔から知ってる場所でこう飛ぶというのは、もうもちろん空の状態は子供の頃から知ってるわけなんですけれども、だけど見慣れた景色でレースをするというのは僕にとっては初めての経験なので違和感があったんですけど、でもやっぱり知った景色の中で飛べるっていうのは、こう知らないところに行くとね、その自分がどこにいるのかポジションを確認したり、こういろんな余計なことが増えるんですけれども、それをしなくていいので非常に今日楽しむことができました。スカイツリーも見えました。